こちらは動画制作者です。地域差がありお隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。川柳って面白いよね。川柳？サラリーマン川柳とか面白いじゃん。ああ、確かにね。あれさ、栃木あるあるでできないかなーって。栃木あるある川柳ってこと？給食で残されまくり、下疲れ。ああ、これはよく聞きますな。個人的には好きなんだけどね。新4号、高速道路と間違える。ビュンビュン車が多いんだっけ？夜中の新4は恐ろしいですよ。驚いた、レモン牛乳果汁なし。初めて飲んだ時無果汁ってなったよ。でも美味しいからリピっちゃう。終電で小金井止まり絶望だ。宇都宮まで行かないんでしょ。小金井止まりも絶望だけどね。大洗県民いっぱい友に会う。え、どういうこと？大洗に行く人多いから友達と会ったりすると言う。旅行先で会うとちょっと恥ずかしいよね。どう？川柳にすると分かりやすいでしょう。私も栃木川柳を思いつきましたよ。お、なになに？足利市もはやほとんど群馬県。帰れー。いやー、群馬って文字いいよね。はあ、群馬ですか。そう思うでしょ。いや、栃木県民に賛同を求めるなよ。群馬愛がすごすぎて違う漢字でも群馬って見間違えちゃうからね。そんなことあります？無意識でパッと見だと見えるのさ。もはやそれは病気では。右が馬で左がそこそこ画数がある2文字だと特に。例えばどんなやつ？龍馬とかパッと見群馬っしょ。絶対違うと思うけど。坂本群馬にしちゃってもいいですよ。意味わからん。牙も群馬っぽい感じだよね。まあわからなくもない。騎馬戦じゃなくて群馬戦でもいいですよ。さっきからそれなんなん。あとシマウマも見えちゃうな。これは見えないだろう。ゼブラも群馬にしちゃっていいですよ。いや、英語にしたら全然違うだろう。じゃあさ、競馬も群馬に見えちゃう感じ？いや、それはない。なんだよ、基準がわからん。でも、一番よく見間違えるのは練馬かな？練馬？なんで？車のナンバーとかしょっちゅう！あ、これは見間違えそう。栃木県の第二の都市ってどこだっけ？おいおい、何年この動画やってるのさ。第一は覚えてるんだけどね。せめて第25の都市まで覚えてもらわないと。いや、それ全部じゃないか。栃木県第二の都市は小山市ですよ。あ、小山か。南部にある人口16万人の町。で、どんな町なん？一言で言うとバランスのいい町。バランスですか？まず農業。西側に広がる田園は壮大ですぞ。へえ、田んぼもあるのね。遊水地もあるから自然もたっぷり。最高じゃん。次に工業。様々な企業さんが工業団地に。知ってる企業ばっかり。キョロちゃんのふるさとです。森永、すげえ。さらに商業。ショッピングモールや駅周辺も賑やか。これもいいですな。最近駅前にジョイホンができたのよ。ジョイフルホンダじゃなくてジョイホン。そして交通も、東京から約60キロ、新幹線も停車駿も。新幹線はでかいですな。都内にも行きやすい。いいじゃないか。農、工、商、交通、すべてにおいてバランスがいい街なのだ。素晴らしい。強いて言うなら高速道路がないくらい。あれ、新4号っていう高速があるんじゃ。いや、あれ一般道だから。前に栃木の給食の牛乳やったでしょ。やりましたぞ。ってまさか群馬の給食牛乳も調べてあげましたよ。おお、ありがたや。調べてあげましたよ。おお、2回も言わなくても。まあざっくり調査だからこれが全てではないので。おらいおらい、参考程度ってことね。とりあえずこの4つがよく飲まれてるらしい。お、見たことあるやつばっかりだ。まず春菜牛乳。飲んでる飲んでる。群馬ちゃんパッケージは可愛いですな。でしょ。次は群馬のうんまい牛乳。おー、見たことあるぞ。うんまいって群馬弁？そうだね、うんをつけてより感情的に。次はみんなの給食牛乳。こっちは東毛地域なのね。名前がストレートだよね。わかりやすいですな。
最後は栗本牛乳。これも西毛地区なのか。同じ西側でも分かれてるんだね。面白いな。とまあこんな感じでした。調べてくれてありがたや。では調査費用ですが。はあ、またお金取るの？300円です。安、助かる。プラス手数料7万円。手数料？寒い寒い。いよいよ寒い季節になってきましたな。ふと思うんだけど、一番寒い時期っていつだ？1月？2月？12月？なんか2月のイメージはあるよね。確かに。ちょっと調べてみようか。あら、なるほどね。どうだった？これが過去5年各月の平均気温。宇都宮の方が寒いのね。多少は北だからね。そして2020年は暖かかったのか。暖冬だったって言われてますな。いや、過去一だったんかい。わかりやすいように5年間の平均気温を出してみた。これを見ると1月が一番寒いのね。2月だと思ってたから意外。同じく。ついでだから各月の過去最高最低気温を調べてみましたよ。1月で20度超えとかあったのか。最低はマイナス2桁があったとか。低温なのに北国じゃないか。北海道並みですよ。恐ろしい。とまあ1月が一番寒いという結果でした。なるほどね。そして宇都宮の方が若干寒い。いや、群馬は体感もっと寒いと思うんだ。なんで？風がゴリゴリに強い。あ、なるほど。